満席スタジアム栃木に来ました。ブラジル丼ということで、ここね有名みたいですよ。ちょっといただこうと思います。バックスタンドの方にやってみました。スタジアム栃木に来ました。すごい、もうね周りがすごい、広大な場所なんですけれども、横にはこうやって遊園地もあったりする場所です。今日はこれからアビスパ福岡対、栃木 SC の天皇杯ラウンド16を見ていこうと思います。しっかり応援してきます。アビスパ福岡頑張れ。ここからはスタグルエリアが続いていくみたいです。撮っていこうと思います。こうやって、スタジアムに入る外にフードトラックが並んでいます。はい、ここはもうね外なんですけどね、このスタジアムを囲うようにぐるっといろいろスタグルがね並んでいますよ。今、試合開始のまだ2時間以上前なんですけど、天皇杯ということもあって今日はちょっと出店数も少ないんですけど、逆に言うと人的にはそんなに多くないのでいいかなと思います。ここはですねかき氷のお店、いいですね。粒入りかき氷いいですね。いやーもうこんな暑いけんさ、おいしそう、おいしそう、おいしそう。あ、いっぱいいろんななんか飲み物もありますよ。冷たい飲み物もありそうですね。炙りチャーシュー丼続いて、はい、美味しそうです。いいですね、がっつり食べたい時よさそう。はい、ここブラジル丼ということで、ここね有名みたいですよ。ちょっと後でまた買っていこうと思います。ここはケバブ、ロングポテトが売ってるお店ですね。美味しそう、美味しそうです。はい、で、今 A ゲートの、近くにいるんですけど、この辺りにぐるっとスタグルが変わるみたいで、そこも変えますね。ここはいろいろイタリアン系のお店ですかね。美味しそう。横はですね、ユーリンドリーと言って、美味しそうですね。とちおとめ削りだって、もうこんなさ暑い時には最高なラインナップですよ。とちぎ焼きそば、あ、いいですね。そしてここは卵屋てっちゃんさん、ここもね有名みたいですね。卵焼きのお店ということで、ちょっと後で見ていこうと思います。はい、こんな感じで、この関西スタジアムに入る前の外のところで、様々なフードトラックが出店されているので、チケット持ってない方も結構楽しめるかもしれないですね。早速関西スタジアムの中に入りました。今日はアウェーの方の入り口があって、そこのゲートから入るんですけど、もうすぐ入るとこのような感じでゴール裏エリアになっています。いやーものすごいですよ。はい、こんな感じになってます。すごいですね。中に入るともうぐるっと歩けるんですけど、もちろん途中でねチケットチェックなんかがあるんですけど、アウェーのグッズを身につけて入るのは一つのゲート、 G ゲートというところからになるみたいです。でそこから入ってゴール裏を抜けていくと、今日は私はバックスタンドで見ようと思うんですけど、バックスタンドの方に、行けるというわけですね。いやー新しいからね、いろんなところが綺麗です。こうトイレの表示とかあるんですけど、すごいちゃんと整備されてる感じがしますね。綺麗ですよ。今夕方なんですけど、ものすごい西日、はい、こんな感じでございます。関西スタジアム栃木の今度は座席バックスタンドの方にやってみました。わーすごい、こんな感じです。イエーイ。ここバックスタンドのサイレン列なんですけど、やっぱ夕方西日がすごい当たりますね。はい、で前からの景色をちょっと見たいと思います。バックスタンド
このような見え方になっています。素晴らしいですね。風が結構吹いてて気持ちいいですね。なんと栃木 SC のゴール裏にはビールも売っていました。美味しそう。ファイト一発という会場限定ビールを買いました。早速スタグルをいただいていこうと思います。まずはこのブラジル丼、美味しそう。いろんなお肉の種類が入ってますね。はい、いただいていこうと思います。じゃあまずこのちょっとソーセージをいただこうと思います。おいしい。なんかいろんなハーブのソーセージみたいで、こういろいろこうスパイシーな味わいですね。おいしいです。さあ続いてカツをいただいてみようと思います。キャリアンマイ公式アンバサダーのアドバカールです。カツサックサク、おいしい、そしてもう一種類お肉が入ってるんですけど、お肉いただきます。柔らかい、めっちゃおいしい。なんか一つの丼でいろんな種類のお肉が楽しめるので、これはめちゃめちゃお得ですね。続いて卵焼きをいただいていこうと思います。おいしそう。私は今回、醤油、砂糖入りの卵焼きにしてみました。だしの方も選べるみたいです。いただきます。大きくて分厚いんですよね。すごい。いただきます。甘い、めちゃめちゃ美味しいです。卵がね、トロトロ、中はトロトロなんですよ。結構半熟みたいな感じになってて、分厚くて、もう卵のね、醤油とあのこの砂糖の味がまたこういい具合のバランスで入ってて美味しい。もうこれ食べ応えもあるし、お酒のおつまみにも合いそうな気がします。美味しいです。
天皇杯男のゴール、そして、今日は山岸選手のゴールも決まって田中達也選手の復活もあって最高の一日でした。急いで帰ります。バイバーイ。